韓国から指名手配されてます葛飾区議会議員の鈴木伸之です。今日はですね、三菱重工の株主総会に来ました。で、目の前見てもらうとね、いわゆる徴用工裁判で、こういう支援者たちがやってます。今日原告たちは、ね、来てません。で、ね、これに対して私たちは、三菱重工はね、不当な要求に負けない、韓国司法のおかしな論理に負けないようにね、株主の皆さんに、韓国からの圧力に負けずにね、日本政府と同一の歩調を取って、決してお金ランドを払うこともなくね、戦うべきだ、そのことを主張しに、また株主の皆さんにね、経営陣に主張していただきたく来ました。で、この徴用工といわれるね、朝鮮人労働者、こういったのはなんですけれども、強制連行もなかったし、韓国司法自体がおかしな判決してるわけですから、日韓基本条約を無視して請求権協定を無視する、こういうような主張に対しては、ね、断固日本政府も含め三菱重工も戦うべきと主張させていただきます。今日はそのために来ました。韓国人が反日なのはいいんですけれどもね、日本人でありながら反日、韓国や北朝鮮が利するために活動している、国賊もこの周りに多数来ております。こういう反日日本人も含めてね、不当な要求に屈することなく三菱重工は対応していただきたいと、そのことを申し上げ、私今日、こちら三菱重工株主総会前に、演説させていただいております。この後反対側ではね、横断幕を広めて、三菱重工に不当な要求をしているグループありますので、そちらでも私、三菱重工と日本国としての正当性を訴えるべく街頭での要求をさせていただきます。この後も移動させていただきます。